衆議院議員の原口和弘です。今日も朗読第地著平和核開発の時代に問う第5章の一番最後ですね。第5章はテロを生む土壌というものです。短いですが、第6章と今日は、2つに分けてお話をしたいと思います。疑わしきを理由に攻撃してはならない。テロ支援の疑いが濃厚であるという理由で、大国が先制攻撃権を乱用することは許されていない。いたずらに紛争を拡大するだけでなく、さらなるテロの温床を生み出す危険すらあるからだ。エズラ・ボーゲル先生とも、強い人間は寛容であること、そして粘り強いことや、米国知性の伝統について話し合った。殴られて大きくなった子供は力に頼ることを覚える。私たちは人です。叩いてわかるのなら、叩かなくてもわかる。米国がイラクに対して武力行使に踏み切ることをどうして誰も止められなかったのでしょうか。私は国会で、国連での米国務長官の演説の中に誤りがあることを指摘し、日本政府こそ同盟国が武力行使することを押しとどめる立場にあることを強調した。これ小泉さんとの、質問ですね。予算委員会当時のですね、米国務長官パウエル国務長官ですけども、彼の国連演説の中の14ページにあたる部分だったと思いますが、それはイギリスの学生が作った論文のコピペじゃないかって指摘したんです。で、案の定大量破壊兵器はなく、結局この先制攻撃は人類の中の、汚点として残ったわけです。アメリカもイギリスも総括してますが、日本は総括してません。これに対して、読みます。これに対して、北朝鮮の核開発、ミサイル問題、拉致問題などを抱える我が国は、だからこそ、イラク戦争を支持しなければならない。他に現実的な選択肢はないと、強く反論された。あれからすでに4年、イラクはテロリストの巣窟のような状況になっていて、アメリカ兵に多数の死亡者が出ています。イラク戦争の大義であった 大量破壊兵器は存在せず、米国政府の威信は大きく傷ついた。威信が傷ついただけじゃないんです。イラクの子供たちの半分は、いや、イラクの国民の半分は子供たちなんです。子供たちがもうたくさん命を奪われました。北朝鮮が実際に核実験に踏み切った今日、日本の強硬論者は、今すぐにでも米軍が北朝鮮を叩くかのような議論をしている。世界の警察官を辞任するアメリカの置かれた状況を無視した議論は一面的だ。もう今は世界の警察官辞めてますよね。それはもう86兆年間軍事費に使ってて無理です。日本の GDP より使途不明金が多い、ペンタゴンが出しましたね。アメリカはアフガニスタンやイラクで予算的にも人員的にも手一杯である。日本は米国によるイラク戦争を支持すべきではなかった。軍事的オペレーションで解決されることがいかに少ないか。問題を複雑にし、解決を遅らせるばかりだ。これまで幾世紀も繰り返されてきた言葉を人々は顧みている。だが、いくら振り返っても5万人を超えるイラク戦争の市民の犠牲者は返ってこない。何の罪もない市民を巻き添えにする正義がどこにあるでしょうか。大切な子供を失った母親の言葉に反論できるはずもない。ここでですね、旧約聖書のミカ書4章第3節、
主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国を諌められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。この旧約聖書の御箇所のですね、この文章、好きっていうところが出てきますね、これですね。これ、イギリスのですね、核廃絶運動の、を象徴する言葉になるんですよね。後で、出てきますんで、この文章、皆さんにご紹介しておきたいと思います。もうこれで、あと1ページですね。2006年、これ、ニューヨークかな。これ、アドホック委員会ですね。国連障害者のアドホック委員会で、発表しているところだと思います。2006年夏、ニューヨークにて、ニューヨークは猛暑だった。8月14日、第8回国連障害者の人権委員会に出席するため、私は日本を離れた。総理の靖国神社参拝反対のデモがあった。8時前に突然の停電。一隻の船が送電線を切断したことが原因だった。クーラーやエレベーター、トイレなど、生活が途端に不便になる。電気にいかに依存しているかがわかる。当初はあまりにも広範囲のための停電のため、テロかもとの憶測も流れた。テロではなく事故だった。たった一件の事故で、首都機能が麻痺する脆弱さを見せつけられた日だった。イギリスで発覚したテロ未遂事件を受けて、空港の警備は格段の厳しさだ。14日からすべての乗客の手荷物が開けられて検査されることになったという。離陸も遅れた。ニューヨークの朝は意外に静かで、東京よりも整然としているように思う。ジュリアーニ前市長と安全危機管理対策について話したことを思い出す。ブロークンウィンドウズ理論。一枚の窓ガラスが割れたのを放置すれば、それは大きな犯罪につながる。逆に、一枚の窓ガラスを割るという行為からきちんと対処することができれば、犯罪は劇的に減少する。こういう、この理論は、葉隠れの障子の大事に似ている。犯罪も人の転落も、最初は小さなつまずきから始まる。そのつまずきを見逃さず、小さなうちから対処すべきだと思う。ニューヨークは、夢と自由、可能性の都市。宿泊先のミレニアムホテルの前にも厳重な警備が敷かれ、黒い警備犬も お客を行儀よく見送る。3日間この警備犬を見ているが、ホテルの美しい係員にいつも尻尾を振っている。どうやら警備犬の主人がこの女性に関心があるようだ。恐ろしいテロを警備している人も犬も緊張の連続を強いられてばかりいては持つはずがない。テロという非日常が日常化している風景だ。こうして人は受け入れがたい現実も日常化していくのではないかと思う。テロを生む土壌をここで終わります。これがさっき、申し上げた国連のアドホック委員会でので、これはNGO ですね、これ国連ですね、ジャパンというか、これ国連じゃなくて、そこですね、ブラッセルだと思います。これは国連ですね。では、次、第6章に行きます。